で、ヒゲ別に、なんか、剃ってもいいけど、剃る理由がない。剣伸ばしとめんどくせえし。一回剃ったら剃り続けない感じじゃん。今コメントしてきたやつ女やろ。ヒゲの辛さ分かってないよ。なあ、野郎ども、聞いてくれ。ヒゲって剃ったら剃り続けない関係めんどくさくないか。どう？女は分からんのですよ、ヒゲのだるさが。マジでめんどくさいぞ。でも脱毛したら、脱毛したで、大人になってヒゲ生やしたいと思った時に、生えてこんのは辛いやん。将来頭剥げたらヒゲで楽しもうと思っとっちゃけん、こっちは。さっき、一概にしたら脱毛すればいいじゃんっていうのも、なかなか判断むずいわけよ。わかる？剃るのマジだるいよね。あ、女の化粧みたいなもんかもね。そう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 。別に化粧せんでも、いいって言われたら、化粧せんやろ、多分。なんかそんな感じで、ヒゲ、めんどくさいけん、そらんでいいからってなって伸ばしとっちゃうね。このなんか。でも女の化粧の方が多分手間的には大変やろうし、あれなんやろうけど、まあでも男のヒゲは男のヒゲでまあまあだるいのよ。そうそう。俺やけん、ヒゲめっちゃ生えるやつ、羨ましいっちゃうね。いや、そう、俺顎ヒゲ薄いっちゃう。そうだよ。いや、俺これでも一生懸命、このなんか生えろってお願いして、だいぶ生えてきたこっちゃう。でも俺これマジマックス。なんか、こう、なんかさ、山田孝之みたいにヒゲ生えるやつマジで羨ましくて、かっこよくない？憧れあんだよな、こうわかる。こうヒゲ生えたい、俺も。バッて生えて、普通に憧れある。かっこいい。かっこいいよね。山田孝之みたいな、あんだけヒゲ生えたらマジでかっこいい。いや、男らしい、マジで。イケてるよな。男、あれ憧れない？あるよね。わかる、なんか。武将ヒゲにしたいやん。わかる、俺も将来汚いヒゲが似合う大人になりたいっちゃん。めちゃくちゃわかる。わかる。外見気にしてませんよ感がかっこいいよ。そう、外見気にしてませんよ感を出すっていう意味では外見を気にしとっちゃうけど。でもわかる。その、なんか無造作感みたいなかっこいいよね。あんぐらいあるけど、おいくんぐらい羨ましい。マジで？いや、やっぱ隣の芝は青いな。俺はお前が羨ましいよ、シンプルに。